すみません、桐生さん。ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより、だって。まさか、さやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ？今日は早番だったんでもう上がりましたよ。すみません、キリ。いや、まさか。だ。ああ、回収は。じゃあ。いや、翔太は。今日は。翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか？本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか？ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞ、さや。お前も一緒に来るんだ。どういう関係なの？ん？まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか？だって桐生さん、どこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない。え？四課？ほんと刑事って周りのこと見えてな。邪魔だ。親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店のツケが20。俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。
その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったら、さやちゃん、しょうがないでしょ。ん、うん、おい、ソルタ、何やってんだ。こいつ、サツか。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら、サヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。翔太、なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、さすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん！なんだてめえ！あんた、初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜ、お前ら。一緒にぶっ殺してやる。400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ、証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや、お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら、俺は守ってやる。守って
やるから。分かった。分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させて、お前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが、桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでも
そん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん、俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。よう、キルちゃんなあ。またな、キルちゃん。
君コース、うん、おお、おい、てめえ、おお、マジすくいてえな。お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、セラの葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。やつは龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。そこは適当に合わせてください。おお、やったよ。
錦山がここに？ああ。遥は東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら、はるかちゃん。はるか。キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何、本当か。あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった。ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか、あいつはまだ店にいるのか。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けば。わかった。男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで。七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。
お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。仕込みで遥の足取りを追うんだ。搭乗か。おい、おい、うるせえ、酒だ。おい、すいません。どこに行った。どこかの公園とか。みてえなやつ見てるとよ、新たってくんだよ。バカ、消えちまえ。ちょっとそこら、てめえの全てがムカつくぜ。なんだ。聞き込みで。
おお。おい、そこのお前、その態度が気に入らねえ。なんだか。せいや、せいや、うん、せいや、せいや、うん、せいや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 、金持ってねえか。え？はるかはどこだ。桐生さんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。